400倍おしっこをゆっくり回してね、はい、下に溜まったやつをちょっと顕微鏡で、はい、顕微鏡で取って、はい、青い液体ニューミチレンブルーという液体と混ぜてこう顕微鏡で見てますので、はいはい、ごめんなさい、ピントを外しちゃって、ちょっと待ってね、はい、で今これ400倍に上げます。それでね、こうちょうど真ん中辺にね、こういうのとかこういうの見えますよね、はい、これ細胞成分なんですよ、うん、だからおしっこに細胞成分が出ていいです、たまに出る分にはいい、はい、おそらく尿道とか膀胱の細胞、はい、剥がれ落ちて出てきてるということは出過ぎってこと、うん、ちょっとだけ多い、ちょっとだけ、はい、ここにもありますもんね、これは3つぐらい重なってますからね、はい、さあ新陳代謝してるから多少は出ますよ、だけど普通の子にはちょっとだけ多いかなと思って、うん、まあ、デブだからそれは何とも言えませんけどねそれからあと出ちゃいけないもの、赤血球とか白血球とか出てませんね、あ、よかった、ただ細胞また出てきちゃいますね、これ、うん、あと結晶、石のちっちゃいやつね、はいはい、そういうのも出てないと思います、 あ、 よかった、あと細菌、バクテリア、はい、それも出てません、ただ細胞成分が普通の子よりちょっと多いと、それが尿沈査所見の異常所見です、だからちょっと腎臓の機能が普通の子よりも落ちてる可能性があります、強い腎臓がちょっと弱ってきてるから、弱ってきてる、うん、そうするとお水をたくさん飲む、飲みます、うん、そうするとおしっこもたくさん出ると、出ます、うん、それ多分慢性腎臓病が始まってると思います、本当で、このおしっこのね、上積みをね